タジーたちも気に入るわ。ちょっと一つちょうだい。食べてる場合じゃない。 IC ワールドに危機が迫ってるの。コーニー、ティナを手伝ったら？ティロが料理してくれるよ。待ってて、ティナ。なんだかすごくいい匂いがする。もう少しでできそう。サウル、モデルが動いたら一生完成しないよ。最悪。ねえみんな、これじゃ集中できない。もう静かにしてくれない？うん、わかった。お願い、恐竜スープをもらえる？スープは2時間後にはできるよ。あー、ねえ、他に何か食べるものはないの？はあ、集中するために音楽をかけよう。フィビー、ビジョンが見えたの。何か悪いことが起こりそう。悪い予感がするのよ。どんな悪いこと？わからないけど、ひどいことなのは確か。もう時間がないわ。え？王子様と王女様は？無事か確かめてくれ。お願い、私は集中して何が起きるか突き止める。最悪、フィービーが動くんだもん。なんでベイビーはじっとしてられないの？ティナは完璧、世界一素晴らしいモデルだわ。目いっぱい集中しなくちゃ。その実はまだ硬いよ。食べない方がいい。サールは熟してないその実を食べて3日も空を飛んでた。悪いことが起きるのはその場所よ。なんで動き回ってるの？トイレに行きたいの？ちょっと待って。あ、しまった。まあいっか、すぐ済むし。この顔最高。面白い作品になるわ。は、言った通りね、まだ酸っぱいわ。飲み込んじゃダメ。やだ、変な感じがする。なんだかまるで宙に浮かんでる。すっごく楽しい。王子様、王女様、急ぎの用事なの？今おしゃぶりを整理してるところなんだよ。ねえ大丈夫？ティナがビジョンを見たの。何か悪いことが起きるわ。どんなことかわかる？つららはピカピカに磨いてる？うん。扉は閉まってる？うん。ペットは手入れされてる？うん。ええ。だったら何も思いつかないよ。ちょっと待ってて。見て、あそこにいるのはティナ？サウルが凍らせたの？これでわかった、サウルは知らないんだよ。長い時間凍ってると永遠に凍ったままになるって。ティナは魔法の玉でそれを見たんだわ。ティナを助けなきゃ。気をつけて。高く飛んじゃダメ。おー、ダメ、落ちたらどうするの。これでよし。でも何かが。サウル、渡さない。ダメサウル、待って。芸術を愛してるのね。ティナを早く元に戻して。急がないとティナは元に戻れない。なんでもっと早く言わなかったの？さっきから何度もそう言ってたってば。寒くてたまらない。ごめんねティナ、像を完成させたかったの。何がどうなってるの？あの像は本物みたい。え？すごくよくできてるわ。ありがとう。でも何かが足りないのよね。次はもっといい作品になるはず。IC ワールドマジックティアーズ。これで完璧になったわ。かわいい、気に入ったわ。私も欲しい。恐竜スープができたよ。食べたい食べたい。私が先よ。来た。そんな、私の作品。私が見たビジョンはこれだったんだわ。この子には見えてなかった。
が凍ってた頃。いっぱいある。溶けないといいけど。この寒さなら溶けないよ。どうして誰もアイスを食べに来ないの？わかんない。おいしいのに。みんなが来てくれるように何かする？賛成。病気のふりをするのは？それかパーティーを開く？もっとアイスクリームを作る？それはやめておこう。ベティのおかげでひらめいた。アイスに何か隠しておくのは、あっと驚く幸運のプレゼント。それだよ、チケット、スペシャルチケット。そうだね、それを見つけた人は工場に来てもいいことにするの、うん、そして自分の好きなアイスクリームを作れる。いいね。でももし何か壊されたりしたら？いや、入っていいのはチケットを見つけたベイビーだけ。私たちの友達だよ、何も壊されない。そうだね、じゃあチケットを作ろう。私とベティで作るわ。わーい。普通のチケットじゃダメだよね。あ、わかった、金のチケットにしよう。うん、クッキー出して。ベティ、見て、こんなのどこにもない。行こう。できたよ。わあ、綺麗ね。世界に一枚だけ。ほら、ベティ、隠して。アイデアをくれたのはあなただし、でも気をつけてね。とっても大事なものだから誰にも見られないようにね。それでいいよ、ベティ。さあ、あとはベイビーズを集めるだけ。任せて。誰だろう。わあ、アイスに幸運のチケットが隠れてるって。見つけた人は工場で自分だけのアイスクリームを作っていいんだって。おう、え、絶対見つける。誰も来ないね。来ないって思ってた。わあ、アイスがたくさんある。きっとこの中だ。チケット欲しい。渡すのよ、アイスクリーム。ねえ、ちょっと待ってよ。金のチケットを見つけた人は今日の午後チケットを持って工場に来てね。ドキドキしちゃう。誰が当たったんだろう。私よ。当たった、当たった、当たった。ドリーミー、ついてるね。当たったんだね、見せて。ドリーミーおめでとう。アイスクリーム工場にようこそ。はい、スペシャルチケット見つけたよ。え、同じチケットだ。そんなはずない、特別だもん。1枚しか作らなかった。ねえ、見せて。チケットを見つけた。私だよ。違うよ、私。どうすればいいの？あ、みんな入れてあげなきゃ。全員？わかった、一列に並んで入ってもらうけど、でも赤いボタンには絶対に触らないで。いい？ジェリSpecial ticket hidden somewhere, then you can make your own ice cream. If you're lucky and you find it, you will have the chance to taste new flavors that you thought didn't exist. もうたくさん！みんな今すぐ出てって！工場が動かなくなった！でも何も触ってないよ。スペシャルチケットを持ってるのに。1枚しかないはず。どうしてかしら？ちょっと待って。ジェリーズったらどうして？プリンターだ。あ、そっか、ジェリーズだ。やられたね、うん、それで私たちアイス作れる？お願い、お願い。わかったわ。でもまた工場を動かすのを手伝ってくれたらね。あー、楽しかった。どうもありがとう。みんなが来るのを楽しみにしてた。でもちょっとめちゃくちゃだったね。チケットのことは残念だった。でもみんなが友達でラッキーだよ。これからはもっとたくさん遊びに来てアイスクリームを食べるからね。マジックティアーズゼリー。
tears. So my bad, to my heart, no more can I say. Cry babies. Icy World. 魔法のブレスレット。早くハンナ、スケートボードしに行こう。行きましょう。待って。これをアイシーワールドに持って行ってくれない？今お菓子を焼いてる途中だから行けないの。これはティロのスプーン、サウルのクッション、あとフィービーのファンタジーストーン。いい？後でね、お菓子作りに戻らなきゃ。いいよ、届けてあげる。行こうハンナ。ミアの分。待って、ミアのを忘れちゃった。あー、もう行っちゃったわ。フェイ、ダメ、これは魔法の石、強い力があるの。さあ行こう。すごい上手だね。いいね、すごく上手。うわ、すごいジャンプ。ダメだよ、フェイが転ばないか心配だから。休憩にしよう。アメをどうぞ。上手だったよフェイ、あなたも食べる？ダメフェイ、お腹壊しちゃうから。こんにちは、プレゼントだよ。プレゼント？そう、谷のベイビーズから。この2つはサウルとティロに、そしてこれはフィービーに。わあ。私にはこれ。最高。彫刻を作る時に座るのにちょうどいいよ。綺麗な石だな。私には何かある？わかんない、届けに来ただけだから。ああ、ミア大丈夫？谷のベイビーズは私を忘れてる。私の力が嫌いなのかもしれない。でもミアの力はすごいじゃない。じゃあなんでプレゼントないの？ねえ待ってて。ミア、ミアにプレゼント。私に？特別なベイビーには特別なプレゼントだよ。魔法のブレスレット。わお。ペイのはない。これで透明になれるけど、遊びで使っちゃダメだよ。ありがとうフィービー、ちょっと試してみてもいい？お願いお願い。どうかな、ちょっとだけなら大丈夫かも。ちょっとつけたら必要な時のために取っておくから。わお。わお。これで特別な力がついた。すごい。ミア、もうやめて。何？フェイ、あなたは使っちゃダメ。痛い。警告したでしょ。フェイ、ダメだよ。やめて、やめなさい。私のブレスレット。私のスノーボード。フェイ。返して。いい子にしなさい。なんてこと。フェイ、ダメ、飴じゃないよ。大変、ペットが透明になっちゃった。囲まなきゃ。サウルとティロは右から、ハンナ、クリスタル、ステラは左から。捕まえた。違う、私よ。おっと、ごめん。このまま戻らなかったら？大丈夫、私に任せて。うわ、ミア、すごいね。レクシー、みんな困った子ね。フェイ、こっちにおいで。もうおしまい、いたずらしすぎだよ。そんな風に言わないで、フェイは遊びたかっただけよ。分かってあげなきゃ。みんなみたいにスケートしたり飴を食べたりね。ただ大好きなフェイが怪我しないようにって思って。フェイ、友達と遊びたかったんだね。ごめんね、これからはもっと遊ばせてあげるから。返すね、特別じゃなくていいや、自分の力が好き。みんな、ミアへのプレゼント。渡したかったんだけど、お菓子を焼いてたから遅くなっちゃった。ほんとごめんね。私に？わあ、谷の種だね。ここで谷のお花を咲かせて。綺麗だよ。どうもありがとう、すごく嬉しい。アイシーワールドマジックティアーズ。
マンが凍ってた頃。誕生日のダンスはこれで締めくくるの。見ててね。決まった。次はあなたたちよ。すごいわ。すごく普通ね。うん、いっぱい練習しなきゃ。怪我はなかった？あれ、あれは何？うわ、綺麗な色。このリンゴは絶対美味しいはず。うん、うん、え、イチゴの味に変わったわ。次はブドウ味。うわ、これびっくりフルーツだ。今度は梨の味。見て、ここにもそこにもびっくりフルーツがある。そうだ、誕生日にびっくりフルーツのアイスクリームを作ろうっと。ダンスよりその方がずっといい。通りまーす。っわーお。これはバナナ味。うそ、今度はラズベリー。そんなはずないって。そうかな、準備させて。私も。バナナだ。ピカ、すごく美味しい。でしょ、私が作ったびっくりアイスクリームよ。本当にすごいわ。きっとみんな夢中になるよ。すぐ戻るね。どんなフルーツを使ったの？湖で見つけたフルーツ。じゃあもっと取りに行こう。それがね、たくさんはなかったの。私の誕生日用に残しておきたいし。うわ、名案ね。みんなただいま。名案って何？グレイスは誕生日用にびっくりアイスクリームを取っておくんだって。素敵でしょ。おっと、さっき食べにおいでってみんなを誘っちゃった。フルーツはそんなに残ってないわ。だったら今ある分でびっくりするものを少しだけ作らない？例えば激辛は塩味はどう？いいね、面白そう。みんなアイスクリームを作るわよ。オレンジと油、バナナとカレー。いちごには何を合わせよう。これだわ、お砂糖よ。たっぷり入れちゃおう。みんな聞いて、びっくりアイスクリームを作ったよ。びっくりアイスクリーム？うわ、光ってる。そんなアイス見たことないわ。食べたら絶対びっくりする。うん、美味しい。あれ、いちご味じゃない。梨の味がする。梨は大好き。美味しいわ、ほっぺが落ちそう。ねえ、私にもちょうだい。私ももっと食べたい。でも私の分はもうないの。みんなこっちにもあるわよ。わーい。このアイスは何味？氷。これは何が入ってるの？土だよ。ぎ。うん、これは絶品ね。私もそれ食べたい。待って、私も食べたい。うまくいったみたいね。うん、これはずっと同じ味だけどすっごく美味しい。味見させて。うん、とっても甘いね。何入れたの？あ、いちごとお砂糖だけだよ。たっぷりのお砂糖。お腹が痛い。お砂糖たっぷりはお腹にも歯にも悪いの。嘘でしょ、知らなかった。いちごとお砂糖しかなかったんだもん。あ、お腹が痛いよ。こんなことになるなんて、みんなが私のせいで苦しんでる。大丈夫、確かお腹の痛みに効くお薬がうちにあるわ。やっぱりあった、このお薬よ。開けてみるね。うわうわ、ひどい味なのは間違いない。こんなの誰が飲むの？飲まなかったらみんな良くならないわ。どうすればいいの？アイスクリームと混ぜたらどうかな。そうよ、お腹に効くお薬アイスを作るのよ。でももう材料がないわ。いいえ、びっくりフルーツならまだある。誕生日の分がなくなるよ。友達が病気じゃ誕生日のお祝いどころじゃないもの。来て、みんなで友達を助けよう。成功よ。お待たせ、びっくりアイスクリームを持ってきたよ。もうびっくりアイスクリームはいらない。食べて、これで良くなるから。ねえ、痛くなくなった。パイナップル味だ。でラズベリー。私のバナナ味、それがメロンに変わったわ。これは世界一のアイスクリーム。でも何が入ってるの？びっくりだよ。そう、マジックティアーズゼリー。
kiss 友達と魔法の冒険の世界 Cry babies Icy World 前回のお話すっごく寒いフルティフルティワンが全部凍っちゃった寒さはこの大きな木の穴から出てる私たちのふるさとじゃあみんなで行こう出発別世界への穴おいでよここすごいよでもそこも寒いでしょお先にうわー面白いすごくドキドキするじゃーんほらみんな早くおいでわー素敵なパジャマねティナうんでもここじゃ何にも見えないわ心配しなくていいよついてきて真っ暗だねそれにすっごく寒いまだなの恐竜スープの匂いだ恐竜ベイビーズが作るのほら着いたよわーここから寒さが漏れてきてるの大変だ私たちで何とかしなきゃわーどうして今までふるさとのことを教えてくれなかったのなんて素敵なところなの全部凍ってるそう何もかも凍ってるねいとこのフィービーはどこティナフィービー久しぶりもう心配いらないよステラおかえりそれにディーナもただいま心配なことがあるの氷の世界の寒さが私たちの世界に漏れてきてる私たちも心配してたのほら見て何もかも溶けちゃってる大丈夫一緒に解決しましょう私はコニーこっちはドリーミージャナクリスタルこちらこそよろしく来て私の友達を紹介するね完成新作だよよくできてるそう思わないニスねえサウルお客様だよお客様よろしくサウルを許してお客さんが来ることないから恥ずかしがり屋なのさあ他のみんなに紹介するティロ、お客様だよお客様ティナ、ステラ、久しぶりみんな友達なの私はコニー、こっちはクリスタル、シャナ、ドリーミーみんな恐竜スープはいかが温まるよまあ最近ここはそんなに寒くないけどいい匂い匂いもいいし、味はもっといいんだよおいしい、おかわりしてもいい誰かお客様って言ったこんにちは、ようこそわあ、魔法が使えるんだ。ああ、今のは歓迎の印。心配ないよ、みんな。さっきは隠れてごめん。父を着てきたの。みんなを歓迎して、とっておきのダンスを踊ろうと思って。おいでよ。スケートリンクは前より凍ってないけど、それでもすごい楽しいよ。この方がずっといい。おう、あ、わーとっても綺麗スケート大好きおこんなこと初めて氷が溶けてるからだね大きな穴から寒さが漏れちゃってるのだから来たんだここでは氷が溶けてるけど私たちの世界ではみんな凍ってる心配しないでサウル助けてもらうから寒さが漏れるのを止めないとこの世界が溶ける王子様と王女様に会いに行くのここを見張ってるから二人は何でも知ってるな王子様と王女様はどこなのあそこお城だよわあ。王子様と王女様に早く会いたいなあお花摘んだのバレちゃうかなわあ。なんであれに挨拶してるのさあね王子様と王女様はどこアイシーワールドへようこそマーティナ、ディーナ、ステラまた会えてとても嬉しいわあなたたちもねそして、そう、コニー私たちは何でも知ってるおっと寒さが漏れ出していることを心配してきたのね土を振る静かにステラ、アイシーワールドの寒さが漏れて他の世界が凍ってますそしてこの世界は溶けてしまう穴から漏れてるんですこのままには捨ておけませんこの穴が全ての原因なんです閉じ方はわからないけどできる限りやってみますもうあまり時間がない穴を塞がなければ解決策を見つけないと世界のバランスが崩れてしまう
永遠に。覚悟はいいですか？はい。続く。ここでは氷が溶けてるけど、私たちの世界ではみんな凍ってる。王子様と王女様に会いに行くの。解決策を見つけないと。覚悟はいいですか？はい。完璧な解決策。あまり時間がありません。私たちには寒さが必要です。でもどうしたらいいんでしょう。穴はすごく大きいんです。素敵でしょ。ここは特別な魔法の穴で、私たちの歴史が入っています。隕石が落ちてきた時どうしたかしら。凍らせた。チームを組んで。わーすごい。ロボットが暴れた時は電源を切った。チームを組んで。ベイビーのお化けが出た時は叫んで逃げた。あー、チームを組んで。わかった、チームワークね。でもどうやって寒さを閉じ込めるんですか？ドアをつけます。ドア？穴はすごく大きいんです。だからドアもすごく大きくする。そう、大きなアーチ型の。開けたり閉めたりできるドア。取っ手付き。うわー。ではベイビーズ、チームを組んでください。はい、私たちはチームナンバーワン。こっちはナンバーツー。チームナンバースリー。僕たちに任せて。ダメダメ、ここに説明書があります。みんな全部読んでから、ね、説明書。はい。一緒に。全員が一つのチームだって分かってない。競争じゃないって。まあまあ大丈夫。A door we will build to protect our world from the outside heatAnd to keep the cold from leaking, we will build a door to keep the cold in, and we will save our world. And we'll do it with the help of our friends. When you work together as a team, you can do anything. We'll help each other and be friends till the end. スープはいかがですか？元気が出ますよ。やった。うん、チームで働くって疲れるもんね。私たちを忘れないで。でも先にドアをつけちゃおう。一番。ダメダメ、こっちが先。こっちの方が素敵。おお、小さすぎる。私たちのは？あれ、やっぱり小さい。きっと私たちのドアなら。それも小さいね。うまくいかない。みんな小さすぎ。難しいよ。どうしてなんですか？説明書通りにやったのに。みんな上手に作ってくれた。でも説明書はそれぞれが一つのドアのパーツだったの。あとは全部くっつければいい。それもチームを組んで。最後にこれをここに。じゃあ、あとは最後の仕上げだけだね。ドアノブよ。ノブ？説明書にはなかったよ。あ、ドアノブだ。どうやって作ったの？ありがとう、助かったよ。これで寒さが逃げない。こんなに素敵なドア見たことない。みんなで作った。チームを組んで。アイシーワールドマジックティアーズ。わーすごい。 IC ワールドのティアーズで私たちのドアが完成したわ。これで完璧ね。 IC ワールドに寒さが戻る。このドアがあれば寒さは逃げません。全ては少しずつ元に戻っていくはず。ありがとうございます。助かりました。スケートリンク
ちに凍ったよ。簡単。これはどう？レディ、今はダメ。おいしい。やった！ファンタジーワールドがまたカラフルになった。作ってみない？うん。アイスはパイナップル味が美味しいの。ぶどう味の方が美味しい。スイカとパイナップル。バナナとぶどう。スイカとパイナップル。バナナとぶどう。スイカとパイナップル。うわ、最悪だわ。どっちが工場の責任者か決めなきゃ。私がアイスクリーム作りの責任者。私が責任者になりたい。わかった。じゃあどっちが責任者かベイビーズに決めてもらおう。うん、いいわよ。のんびり。ベイビーズ、ピアに一票を。何してるのピア？どうして自分のポスターをばらまいてるの？グレースじゃなくて私を選んでほしいから、工場の責任者になりたいの。でもグレースもなりたいって。だからみんなでどっちかを選んで。一人だけ？でも責任者って何をするの？私を選んでくれたら私。ねえみんな、グレースに一票を。もう一人の候補者が来た。どうもピア、いいこと考えた。どっちがいいか討論会をして決めよう。わかった。ふさわしい方が勝ち。うん、私よ。私。今日はみんなで誰が工場の責任者になるのかを決めます。早くドッティ、もう始まるよ。候補者への質問は用意できていますか？ピアがいいと思う人はピアの顔を押してください。グレースの方がいいと思ったらグレースの顔を押してください。ちょっと、まだまだ。質問の答えを聞いてからです。へえ、これが討論会ね。みんなの質問に2人が答えるんだ。どちらか1人、たくさん票を集めた方が勝ちです。いいですか？うん。最初の質問はストーリーランドのスカーレットからです。凍ったフルーツで一番好きなのは？パイナップル。一番？うん、全部大好き。どうも。次はキャラバンのコアリーから。みんなが好きなアイスをどうやって調べる？どのアイスが好きか一人一人に聞く。全部食べられるなら一つは選ばなくていいんじゃない？はいはいはい。どうぞクリスタル。海の味のアイスクリームは作れるかな？ダメ、しょっぱすぎる。もちろんできます。誰かが思いついたものは何でも作ってあげる。他に質問はありますか？はいはい。工場ではフルーツがたくさん余って腐ってしまうことがあるんですけど、フルーツを捨てなくて済むようにどんなことをしますか？とても大事な質問ですね。残ったら全部ペットにあげる。うん、ピアはどう思う？そうだな。残ったフルーツを全部使ってスペシャルフレーバーを作る。トゥッティフルッティアイスクリーム。おいしそう。ここで最高得点が出たようです。アイスクリーム工場の責任者はそうピアでしやった。投票してくれてありがとう。みんな、これからは何でも全部私がやるからね。のんびりしてていいよ。
またパイナップル？今すぐ工場に行って話してこなきゃ。行こう。それにパイナップル味はもうたくさん。うんだよね。でももう何も思いつかない。みんなで手伝うよ。じゃあまた一緒にやってくれる？お願い。もちろん。心配しないで。マジックティアーズゼリー。さあみんな一緒にこのぐちゃぐちゃを片付けよう。はーい。お掃除の責任者は私。ピア、みんなで一緒にやるの。おっとごめん。世界の隅々に私たちバンドを組まない？うん、私ギター弾けるよ。私はドラム。私はピアノ弾ける。わあ、すっごくいい音になった。ザ・ティアーズ後編、音楽で一つに。でも私の方が好きよ。僕の方が好き。私だって。ナビナビ、ハンナハンナ。ドキ見て、ファンができた。ファン？ファン？あれ？ドキ、ちょっとリズムが合ってないよ。でもみんなに見られてて、今日はまだリハーサルのはずでしょ。おしまい。はあ、もうおしまいなの？あのね、ロックスターのリハーサルは観客なしなの。あ、でも準備ができたら教える。じゃあミュージックビデオは何で見られる？ミュージックビデオ？そんなのないよね。まだ。でももうすぐできるから。本当にミュージックビデオ？そうよリジ、ミュージックビデオ。あー、ミュージックビデオね。バイバイ。もうがっかり。ザ・ティアーズもっと見たいな。でもどうするつもりなの？ミュージックビデオなんてないよ。え？いいこと聞いちゃったね。心配いらない。すぐ作れるよ。そうよね。一緒に作ろう。そう。だって私たちはザ・ティアーズ。これすごいニュースになるよ。うん。でも私の方がザ・ティアーズが好き。違うよ。僕の方が好き。私だってば。うんうん。僕だって。うん。これで完璧だね。うわ。おっとっと。はい、調子はどう？ザ・ティアーズ。ヌール、ちょっとどいて。私かわいい？さあみんな、いい？ミュージックビデオ撮るよ。ワン、ツー、スリー。 It's time to get together and sing the friendship song. Music, this is what we do. Music. デイジー、気をつけて。あ、危なかった。ほらみんな、もう一回やろう。見て、今撮ったこのビデオすっごいいよ。じゃあやることはあと一つだけ。はい、ベイビーズ。こんにちは。手伝ってくれる？わあ、このビデオすごくよく撮れてるね。そう、きっと気に入ってもらえるよ。レディー起きて、撮影中だよ。え？ It's time to get together and sing the friendship song.私も入れて。ビデオにはみんな映るから心配しないでってば。大変、スースーのカメラが。ミュージックビデオはみんなになんて言えばいいの？ファンをがっかりさせちゃう。あれ、これってザ・ティアーズのビデオ？これは世界一のビデオだよ。
ザ・ディアーズ最高だね。ライブに行くのが楽しみ。Comes out from the heart. Our rhythm will take you to the stars. We play and travel the world together. Music's our way to say we're friends forever. We love playing music and we have so much fun. Come on, join us, sing the friendship song. Yay! Music, this is what we do. Music, that's the end. It's time to get together and sing the friendship song.いい香水も作れない。じゃあこうすれば。何の音？あら、ワンちゃんがいるわ。タンコブができてる。手当てしてあげるね。この子飼おう。名前をつけなきゃ。でも、あ、何がいいかな。キウイ、ピティ、ミミ、あ、そうだ、タンコブよ。スポット、どこなの？大丈夫よ、ドッティ、きっと戻ってくるわ。どうかしたの？ドッティを助けなきゃ。待って、それスポットのクッキーなの？クッキーのかけらが綿菓子の森へ続いてるよ。そんな、かわいそうに。きっと怖がってるわ。タンコブといると楽しいわ。ミラ、もう来ちゃったよ。ローズよ、新しい香水を持ってきたのかも。さあ、行こう。はあ、トゥッティウルティワンは暑いね。はあ、あなたたちもあれが飲みたいんじゃない？暗いスムージー。でもスポットを探さなきゃ。私一人で探すしかないわ。スポット、スポット、一体どこに隠れてるの？タンコブっていうのね。ぴったりの香水がある。あー、これよ。太陽みたいだから金の花の香水。そうそう、そのお花よ。あなたってお花好きで可愛くて、そのお花も使った。びっくりだわ。使ったお花がわかるのね。あなたは香水作りの助手になれるわ。いい子ね、タンコブ。あなたの花はすごいわ。一緒にたくさん香水を作ろう。あ、スポット、急いで、あの二人を呼んできて。スポットを見つけた。スポット、スポット。見て、すごく可愛い。本当に可愛いわね、タンコブ。あのベイビーは誰？それにスポットに何をしたの？なんでタンコブって呼んでるのよ。ねえ、あなたたち勘違いしてるんじゃない？私はドッティ、その子は私のペットのスポットよ。おいでスポット、私と一緒に早くお家に帰ろう。私はミラよ。この子はスポットじゃなくてタンコブ。怪我してたのを森で見つけて、今は私たちが飼ってるの。何を言ってるの？この子はスポットよ。でも様子が変だわ。絶対どこか具合が悪いのよ。おいでスポット、お熱があるんでしょ？この子は家から逃げたの。注射されるのが嫌だから。ここではすごくご機嫌よ。一日中お花の香りを嗅いでる。スポットは鼻がいいの。それにとってもいい友達で、私の親友。この子が大好きなのね。ええ、スポットも私が好きだよ。こんなのスポットらしくない。タンコブ。え、なんでそう呼ぶの？頭にタンコブがあったから。そっか、頭をぶつけた時に記憶をなくしたんだわ。だったら一緒にやってたことをやれば、あなたを思い出すんじゃない？タンコブ、ドッティと遊んで。優しいよ。これよ、ほらスポット。
クッキーはどっちだ。あれ、どうして、ねえ、緊張してるの。ワンちゃん、ねんねーよー、ねんねしいな。お願い、スポット、私を思い出して。大好きだよ、スポット。あなたがいなくて寂しかったよ。どうしたの。そうか、約束のクッキー大好きだもんね。スポットを可愛がってくれてありがとう。特にあなた、ミラ、これからも時々綿菓子の森に来るから、スポットと遊んでね。さよなら、タンコブ、元気でね。フラワーズマジックティアーズ。ダッピー、友達に香水をどうぞ。うわ、すごく嬉しい。バッグに入れなくちゃ。うう、物が多すぎて瓶が入らない。いらない、これもいらない。これを待って、スポット。見て、ダッティ、スポットだよ。香りをしっかり閉じ込められる。ええ。え、待って、ほんと面白い。そう、もっと面白いこともできるよ。本当に最高。フラワーズマジックティアーズ。うわぁ、急いで、早く香りを閉じ込めて。いちごの綿菓子の香りよ。これを使って特別な香水を作るわ。ねえ、みんなのために特別なお店を開かない？準備を任せて。私はお花の看板を作る。私はみんなを笑わせる。とってもいい香り。あら、ローズ、何をしてるの。特別な香水を作ってるの。特別な香水？まあね、私手伝う。私たちも。ううん、いいの、お店の準備を手伝って。香水を作れるのは私だけだから。どこまでやったっけ。そうだ、トゥトゥルトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥ。メロンの香りは少しでいいわ。デイジーも香らせて。とってもいい香り。それと、そうだ、イチゴの綿菓子も入れよう。すごく特別な香水ができた。能力を高めるんだもん。みんなびっくりするわね。うわぁ、見て、すごく素敵。ミラは本当に器用だね。ソフィアは整理が上手。おーい、エヴァはすっごく面白い。完成したよ。これが新しい香水。香りが素晴らしいだけじゃなく、能力を高めるの。私も欲しい。やだ、なくなっちゃった。少なすぎたね。でも大丈夫、もっと作る。気をつけて、ローズ。わあ、すごく綺麗なお店だね。あら、みんな、ローズが能力を高める特別な香水を作ったんだよ。でもなくなったから今作ってるの。すごいや、それ絶対に欲しい。おかしいわ、ミラが失敗するなんて。私、散らかすの大好き。あ、ソフィアはどうしちゃったんだろう。もう帰った方が良さそう。そんなのダメ、帰らないで。エヴァすごく面白いの。エヴァどうしたのよ。みんな力を貸して、私失敗しちゃったの。あの香水には能力を奪う効果があった。私はもう香水作りの名人じゃない。謎が解けた。だからエヴァもミラもソフィアもああなったのね。散らかそう、散らかそう。どうやってみんなを元に戻す？それはわからない。私たちが手伝う。いいってば、私は香水の専門家よ。何か思いつくはず。ねえ、ローズ。わかったわよ。科学的に考えよう。でも簡単なことじゃない。この香水は情熱の花よ。ヒリヒリする。水は？わかった、あれはボツだね。これは
メロンの花よ。あ、これは大丈夫。王女様の代わりだよ。え？そう、つまりカエルの王女様。ねえ、聞いて。香りを混ぜるだけじゃ、一人一人の個性を引き立てる香りはできない。でも、もうどうすればいいかわからない。ダメよ。あなたみたいな才能はないし、香水作りの名人じゃないけど、私たちは絶対に友達を見捨てない。ローズ、能力を高めるために何を入れたの？ラベンダーとブドウとバラの香り。何かが足りない。でもなんだろう。あ、そうだ、イチゴの綿菓子の香りだわ。うん、見て、私香水の天才に戻ったわ。ミラとエヴァとソフィアの分も早く作ろう。もうめちゃくちゃね。どうすればいいの？どうしようもないよ。安心して、これで問題は解決。あれ、何があったの？散らかってる。すぐに修理するからね。面白い。聞いて、これはあなたたちの香水よ。あなたたちは最高の友達だわ。ありがとう、ローズ。ねえ、見て見て。スムージーだよ。蜂蜜とリコリス入り。声が枯れたりしないように。わあ、ありがとう、リーチ。ところで、綺麗なドレスだね。そうでしょ、スカーレットが作ってくれたの。私も新しい服頼んだ。早く届かないかな。あ、デイジー、コンサートツアーの準備はもうバッチリだよ。世界中を回ろう。あ、そう。楽しみじゃないの？うん、ただなんとなく何か足りないような気がするの。デイジー、全部うまくいってるってば。こんにちは。カラフルカップケーキを持ってきたよ。うん、とってもいい匂い。これはデイジーに。いちご味だよ。大好き。わあ、そのドレスいいじゃない。すごく綺麗。とっても素敵。おっと、ごめん。あのね、全部の世界をツアーで回るの？そう、その通り。最高の音楽を世界の隅々に届ける。行きたいな。一緒に行ってもいい？ダメダメダメ、デイジーはソロアーティストなの。行こう、リハーサルしなきゃ。でも、試してみたらきっと何かできるはずだよ。うん、私ギター弾けるよ。私はドラム。私はピアノ弾ける。それだ、私たちバンドを組まない？え？本当に？うん、みんなで一緒に全部の世界を回るツアーに行ける。デイジーみたいに有名になれる？うん、みんなでね。バンドを組もう。バンドを組もう。デイジー、みんなが上手かどうかわからないじゃない。信じて、私たちに足りなかったのはこれ。最高の音楽になる。楽器は用意するから。衣装は任せて。私はみんなにアイスクリームを作る。じゃあ私は救急箱を持ってくるよ。イエーイ。こんなの絶対うまくいかないから。もうすぐ準備できるよ、リーチ。ナービーがゴールドをつけるのを手伝ってくれた。素敵でしょ。そうだね、バンドっぽく見えるけど。それより楽器はどこにあるの？一番大事なものでしょ。全部用意できてるよ。デイジーにお届け物だよ。ありがとう、ファンシー。ちょうどよかった。え？わあ、すごい、かっこいい。ほらね、これで本物のバンドよ。本当にそう思う？さあ、リハーサルするよ。出来たての新曲があるの。ワン、ツー、スリーでいくよ。いい？ワン。ねえ、行かないで。ちょっと、そんなに下手じゃない。ワン、ツー、スリーで始めるって言った。それに楽器の音を合わせなきゃ。音を合わせる？ああ、音符の通りに音を出すんだよ。
くないね。でもバンドの名前はどうする？ダンシングドギーズは？ロッキーフラワーズ。フライングカップケーキはどう？悪くないけど、特別でグッとくるような名前じゃないとグループだってわかる感じのね。わかった。ザ・ティアーズ絶対見に行かなきゃ。どこ行くの？バンドを組んだんだって。ザ・ティアーズ一緒に行く？わ、行く行く。私も楽しみだね。ベイビーズがたくさん。私たちすごいバンドになる。まだまだこれからよ。そうだね。バンドを組むって悪くないアイデアだったかもしれない。レイジを信じなくてごめん。たくさん助けてくれたよ。私が言うまで始めないで。ワン、ツー、スリー。うわ、最悪。ひどい音だね。ちょっと見てて。レディ、ギターからよ。素敵。ドッティ、ドラム入って。最高。リズムをキープ。さあ、次はコーニー、ピアノ。レッツゴー。うわ、すごくいい音になった。続く。大事な日だよ。準備は全部整ったわ。でも一番大切な仕事が残ってる。ドラゴンの宝石をしまわないとね。これでよし。この宝箱は誰にも開けられないわ。よかった。呪いにパーティーを台無しにされずに済むね。パーティーだー。王女様にダンスを披露したいんだけど。それすっごくいいね。来て、私も手伝う。これじゃない。これもピンとこない。これだよ。王子様と王女様にぴったり。ドラゴンダンスが簡単なダンスじゃないし。そんな、お願いお願いお願い。わかった、やってみよう。やった。じゃあ始めよう。手を取り合って、はい、膝を曲げて、足を上げて、そして回るな。あ、キューティースノーウィー、今は練習中よ。とっても大事なダンスだから、向こうで遊んでおいで。とってもいい匂い。王子様と王子様のスピーチの時間です。完璧だね。王子様と王子様のスピーチだ。ほら行く。キューティースノーウィー、どこに行ったの？ほら行こう、時間がない、始まっちゃうよ。キューティースノーウィー。私たちの大事なパーティーへようこそ。キューティー、スノーウィー、今の聞こえた？キューティーだわ。きっと向こうにいるのよ。ここにいたのね。やめて。それはスカイ王子の宝石でしょ。預かるわ。ほら行くわよ。今のは何？とにかくパーティーに行かなくちゃ。それ見せて。すごくかっこいい。ドラゴンだよ。ドラゴンダンスにぴったり。お？あっと。おお。コニーとクリスタルを見なかった？二人は王子様と王女様にダンスを披露するの。どこに行ったんだろう。あ、ラッキー、私の宝石コレクションに加えよった。あー、なんで、こんなことありえないよ。あー、
みんなに知らせなきゃ。あ、待ちなさい。どこ行くのよ。クリスタル、コーニー、走らないで。クリスタル、コーニー。コーニーは私。物が2つに見えるわ。ねえ待って、どこに行ってたのよ。コーニーとクリスタルを止めて。どのコーニーとクリスタル。そのコーニーとクリスタルを捕まえて。ひどい、像が壊れちゃった。みんな楽しんでるみたい。そうでしょニア。王子様、王女様、一緒に来て。コニーとクリスタルが4人いるの。え、連れてきたよ。ん、なんでドラゴンの宝石がここにあるの。これはドラゴンの呪いだ。呪いって、もしも王子や王女以外のベイビーがあの宝石に触るとそっくりな偽物が現れるの。この呪いを解かないと。でもどうやって。クローンにはできないことがある。それをやれば消えるんだ。ドラゴンダンスよ。ドラゴンダンス。コニーとクリスタルは2人を驚かせたくて練習してたのよ。やった、また宝石を見つけちゃった。ふん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 、はっ、カードがいるわね。とっても綺麗な宝石。え、私のコレクションにぴったり。あ、ダメ。しなきゃいけないのはあれ。はあ、この子誰。それに何のことあれって。滝もフレーバー工場も両方凍っちゃってる。寒いから鬼ごっこする。トゥッティフルティワンが凍っちゃった。凍った、凍ったってなんで。ここもすっごく寒いけど。わ、またあなた、一体誰なの。私はシャナ、この子はペットのシャイよ。シャナは何でも知ってる。ティナと違って魔法の弾も使わないんだよ。はいはい、この寒さじゃみんな困ってるだろうから、暖かい服をスカーレットに注文しておいたよ。やったー。ケイラ大変、こんなにたくさんの注文がいっぺんに入るなんて初めて。まだまだ注文が来るよ。きっとすごく寒いんだね。温かいミルクちょうだい。今夜はすごく忙しくなるよ。みんなに温かい服を作ってあげなきゃ。ねえねえ、ちょっと聞いて。とっても大事な話があるの。この寒さどこから来てると思う。ファンたちの大木から漏れてるの。そんなの嘘よ。冷凍庫から出てくるのよ。嘘じゃないよ。あの木に穴が開いた時のこと忘れた。でもステラと特別なおしゃぶりのおかげで二度と穴が開かないようにしたはずだけど。シャナは正しい。ティナも寒さが漏れてる穴を見たって。すごく大きい穴。
でもどうして寒さが出てくるの？わかんないんだけど。シャナ、シャナ？あれじゃ動かない。工場に行って修理しなきゃ。でもこんなに寒いと動けないよ。ただいま。早かったでしょ。は？またあなた？一体誰なの？ごめんね、ちょっと急いでたから。私はシャナ、これ新しいパジャマよ。よろしくシャナ、ちょうだいパジャマだ。うわ、新しいパジャマだよ。もう寒くない。ありがとうシャナ。やった、動いた。さあみんなでクライジュースを作ろう。ブドウ、パイナップル、スイカとイチゴ、美味しいクライジュースができるよ。でもフルーツが凍ってる。見せて。大丈夫だと思うけど。これじゃあクライジュースは作れない。大変。もうクライジュースが作れなかったら私たち工場を閉めなきゃ。やだ、クライジュース作りたい。これが下にくっついてるのもやだよ。ほら、これでどう？うん、フルーツ味のミルク、アイスクリームみたいだね。トゥッティフルッティアイスクリームだ。世界一美味しいアイスクリームを作ろうよ。ありがとうシャナ。シャナ、今度はどこへ行ったの？寒さはこの大きな木の穴から出てる。私たちのふるさと。じゃあみんなで行こう。王子様と王女様に会いに出発。ねえ、寒くなくなるまで待たない？私たち恐竜ベイビーズはもう慣れちゃった。シャナ、ただいま。はい、プレゼント持ってきた。これはコニーに、こっちはドリーミー、そしてこれはクリスタルのね。ふん、新しい服。すごくあったかい。よく似合うよ。ありがとうシャナ。シャナ、で、向こうにもベイビーがいるの？すごく遠い？ワールドはいくつあるの？質問が多すぎ。向こうに行けば答えがわかるよ。続く。森の香水全編。うん、この香水大好き。これを作ったベイビーたちに会いたい。ごめんねルール、これはあと一滴しかないの。きっとひどいことが起きたのよ。すごい叫び声だったもん。ヌールがあの香水の最後の一滴を使ったの。大変だったね。でも大丈夫、大したことじゃないわ。ねえ、ちょっぴり大げさだったかも。でも本当にいい香りなの。香水はオンラインでも注文できるよ。お家まで届けてくれるし。もう注文したよ、すぐ届くはず。来た、きっと私の香水よ。僕のだよ。私のだ。わーい、私の。忘れられちゃった。どうしてか調べるには綿菓子の森へ行くしかないわ。でもあの森はすごく遠いよ。綿菓子の森？どうやって行くの？私も連れて行って。お願いお願いお願い。あー、もう分かったってば。私があの森へ連れて行ってあげる。でもものすごく遠いのよ。ちゃんと歩ける？任せて。着いたわよ。うん、すごくいい香りがする。なんて素敵なの。木もお花も全部すごくいい香り。はあ、お客様が来たわ。あなたは誰？私エヴァ。会いに来てくれたの？ここに住んでるの？どこから来たの？あの香水を作ったの？頭についてるの何？落ち着いてエヴァ、そっちはレディとルールーよ。私はドリーミー、この子はリム。こんにちは、よろしく。あなたの香水大好き。ここは最高よ。綿菓子の森はとっても素敵なところね。来てくれて嬉しいわ。一緒に行こう。他のみんなも絶対喜ぶ。ねえ、お客
よ。テディとドリーミー、ペットのルールーとリムよ。はい、私はミラ。はじめまして。素敵なお家ね。音質も立派だし、それに全部とってもいい香り。あの、レリーは香水が大好きなの。どうやって香水を作ってるの？私の香水は？あー、簡単よ。助けて、ブレーキが効かない。もう、いつもこうなんだから。こっちに向かってくるよ。もう慣れちゃったわ。ローズ、大丈夫？私なら大丈夫。荷物は無事よ、安心して。ローズ本当、あ、私を止められない。フラワーズマジックティアーズ。わあ、ローズは香水名人。こうやって香水を作ってるんだよ。 Let me tell you what we're gonna do. We'll create a new perfume for you. There are so many smells to discover under the sun. Creating perfumes is so much fun. 野生のバラにちょっぴり虹の綿菓子を加えて、ジャスミンとバニラを合わせたのよ。わあ、フラワーズが作り出す香りが香水の元になってるんだ。一滴でずっといい香りが続く。だから組み合わせが大事なの。見て、春の野の花の香水を作りましょう。これで何本もできるのよ。すごい、私も手伝う。ブール、うん、ごめんね、うちの香水がなくなったせいよ。注文したのに届かなかった。それソフィアの仕事なんだけど、今日は調子が悪いみたい。これも違う、全部間違ってる。ソフィア、お客様が来たよ。はい、散らかっててごめん。いつもはこうじゃないの。いつもちゃんと整理してるのよ。でも今日はどの香水を誰に届けるかわからなくなっちゃった。あれれ、こんなこと初めて。注文がたくさん入ってるのに。あ、きっと解決する方法が見つかるわ。もちろんよ、いいこと思いついた。一緒に問題を解決しよう。次回も絶対見てね。香水の送り先を間違えて困っていました。こんなこと初めて。一緒に問題を解決しよう。綿菓子の森の香水後編。どうやって送り先を間違えないようにするの？みんなで仕事を分担するの。仕事を分担？そう、一人一人役割を決めて作業すればすぐに済むわ。よし、助けてくれてありがとう。終わったら綿菓子の森を案内してくれる？ええ、もちろん。誰にどの香水を送るか分かるように香水瓶にラベルを貼らなきゃ。注文リストを取ってくる。私はみんなの香水を嗅ぎ分ける。私は瓶にラベルを貼るね。あっという間に終わるね。イエーイ。レディー、ドリーミー、準備はいい？最初はアンジーが注文したキラキラオレンジの香水よ。紫のラベンダー、ピンクのクム、キラキラオレンジ。これでよし、次は何？とっても順調、この調子で頑張ろう。次、ティナには死の香水を送る。任せて、私の出番。よし、急いで。これがティナの香水。これティナの？ラベルを貼ろうっと。バッチリだわ。もうすぐ綿菓子の森を探検できそう。役割分担してよかった。ドッティは甘いイチゴの香水ね。あう、待って、違う、これはエラのかな。違う、エラは南国のデイジーだったかも。うん、それで間違いないわ。このデイジーの香水を注文したのは多分エラ。エラ？やっぱり違う、ドッティだ。ドッティ？エラ？キラキラデイジーはエラね。めまいがする。あー、全部同じ匂いだよ。レディ、
ナービー、ファンシー、デイジー、エラはバナナのアイスクリームが大好きだって知ってた？それをナナには内緒にしてるの。今ナナって言った？ナナ、ラーラ？もうこれはナナの。これで最後。イエーイ。嘘でしょ？こんなにたくさん配達するの？そうよ、みんなで完璧に準備したんだ。バッチリ完璧に準備したね。じゃあ私は配達してくる。後ろから押してあげようか。やった。じゃあ綿菓子の森を案内してくれる？またラベルを貼り間違えたのよ。みんな違う香水を受け取ったって言ってる。私もうクタクタだよ。本当にごめんなさい。お急ぎでやったから間違えちゃったんだわ。そう、綿菓子の森を探検したかったから。素敵な場所だし、あなたたちも素敵だから。さっきはうっかりしてたけど、もう間違えないわ。私たちを許して。もちろんよ、友達でしょ。こそ間違えないわ。さあやろう。たくさん注文が来てるから気をつけなくっちゃね。これで最後。配達は任せて。もう休んでちょうだい。ルールーとリムがビーチに連れて行くから。アンジーにお荷物です。エラにお荷物です。ここだよ。これはコニーに。これはやった。配達終わったよ。時間通りに全部届けた。今度はうまくいったわ。そう、ありがとうベイビーたち。またすごい注文が来たらどうすればいいかわかるでしょ。電話して。はーい。私たちは最高のチームだよ。やっと私の香水の香りを嗅げるわ。あれ、香水はどこ？あ、ルール。こら。